い、公立箱根未来大学修士2年の梅澤です。よろしくお願いいたします。はい、私は、顔の外見を変える顔拡張マスクの開発としまして、一つのお面でいくつかの感情を表現できるお面を開発しました。ではまず最初にこちらをご覧ください。これ、これは本プロジェクトのシステムを使っている場面の映像です。まず一つ目として読み聞かせの演出があります。はい、ここでは桃太郎を題材に説明いたします。桃太郎が、鬼と戦っている場面では桃太郎は焦っているので読み手も焦っている感情をシステムを装着することで、表現できます。はい、そうすることで読み手からも物語の臨場感を出すことができます。そして一生懸命鬼と戦って勝った後にはページをめくるとともに、表情を変えて、最後はめでたしめでたしと平和が訪れて喜びの感情をマスクによって表現することができます。で次に、2つ目の場面としまして普通のアーティストや顔出し NG のアーティストが、使用してライブの演出があります。例えばバラードを弾いている時には悲しみの表情をすることで曲調に加えてさらに悲しさを増すことができます。そして弾き終えた後には曲の追加割りとともに曲調に合った次の表情を表してアップテンポの曲では明るい表情を表現してウキウキした気持ちを表現することができます。はい、以上が、デモムービーです。はい、ではなぜこのお面を作ろうと思ったのか、その動機から説明いたします。私はよく人の話を聞いているときに、普通にそうなんだって同調しながら聞いているときや廊下を、歩いているときに友人によくなんで怒ってるのって突っ込まれることがよくあります。で私としては何も怒っていないのにそう言われることがとても多いため、なんか一層自分が怒っていないよと自分の感情をちゃんと伝えるためのその自分の顔の代わりとなるお面が欲しいなと思ったことがきっかけです。でそこでお面をその欲しいなと作る前にお面って普段どの感じで使われているのか、疑問に思って調査しました。役割としては2つあり、ウィキペディアより、1つ目は、仮面舞踏会などで自分の正体を隠すために、用いたとされています。で2つ目は、なりたい人やものに自分を変化させることです。身近なもので例えますとお祭りなどでよくあるようなお面を実際につけてなんとかごっことかして遊ぶことがに、よく使われています。他にも仮面を用いた劇や儀式など、自分がなりたい役のお面をつけることで見た目からそのものの、になりきるということがあります。しかしお面をかぶった状態では、普段の表情が隠れてしまうため、どのように感情表現をしているのか疑問に思いそちらも調べました。その結果、2つの方法で表現することが分かりました。1つ目は、体で感情を表現することです。能ですとか海外のコメディでは体で感情を表現しているとあり、しかし、体で表現する場合は訓練が必要であったりずっと動かなければならないため、疲れてしまうということがあります。で2つ目は、感情ごとに異なるお面を装着することです。例えば、有名なところで言うと中国の変面のように、感情によって異なるお面に変えるというものがあります。しかしこの場合毎回数々のお面を持っていくこといかなければならないため結構手間がかかってしまいます。そこで、一つのお面でいろんな感情を表現できるお面をが作りたいなと思い、本プロジェクトに至りました。では、ではどうやって感情をお面に表現させようということで、いくつか調査しました。まずお面は自分の顔の代わりとなるため、表情が挙げられます。でどんな表情があるのか調べたところ、シーアというものがありまして、この記事によりますと、この動画のように、流れない眉と視線の動きによって、豊かな表情を表現しています。これだから、結構その眉毛の動きをいろいろうねうね変えるだけでも結構表情というのは豊かに変わるものだなということが分かりました。では次に、別の記事のウェブサイトによると、眉と
表情というのは眉と口の形に影響されて、その相手が読み取れる感情が変化するということが分かりました。実際に、いろんな眉と口のパターンをイラストのように並べてみると、困った顔や、怒った顔では眉の変化というのはとても大きいなって思いました。でその他にも、平安説によりますと、平安時代にある麻呂眉というのは眉から感情を悟られてしまうことを避けるためにあるとか、慣用句では眉に絡めて感情を例えることが、あることから、今回眉をまず動かして、感情を表情を作っていこうと考えました。でその他の感情を伝える手段としまして、こちら現実的ではないんですけども、仮想的に表現する方法として漫画などによく用いられる、感情を表す記号であるマンプがあります。こちらはイラストのように涙や怒りマークや、頬の形を用いることでより豊かな感情を表現することができます。でこれらより、眉の変形とマンプを表示させることで、感情を明確に伝えるお面の開発を行いました。開発をするにあたり、どのようにお面を作ろうか、いくつか実装や設計を繰り返したので、その過程について説明いたします。まず、これは初期のタイプで、ディスプレイを使ったプロトタイプです。しかしこれにはいくつか問題点がありまして、一つ目は装着性がすごい悪いことです。こちらは、ディスプレイを設置したり、動かすミニ PC などを搭載しているため、 3.9 キロもあり相当重い仕様になってしまいました。でそのため人に手伝ってはもらわないとシステムを装着できない状態でした。で2つ目は装着者の視界が悪いということです。こちらは実はディスプレイ上に、の上に、カメラがを設置して、でその映像を装着者側に、ディスプレイをに、その映像を流して視界を確保しているんですけども、人によってはディスプレイとの距離が合わなくて焦点が合わずとても見えにくいという声もありました。で3つ目は、この写真から見て分かるように外見がとてもいまいちということです。まずディスプレイがすごい前に出ているので、威圧的な構造であったり平面になっているので顔になじまない形状となっております。そのため、平面だけじゃなく曲面にすることなどの威圧的でない形や愛着が湧くような見た目にすることは大事だなと考え、ディスプレイをやめてよく売られている、お面を土台に使うことにしました。で次に考えた手段としまして、赤外線ライトによって変色するフォトクロミズムを使用することです。法人としましては、お面にフォトクロミズムを塗ってその周囲に、赤外線ライトを、設置して照射する部分を操作して表情を変えます。しかしこのお面で設計している途中で、問題に気づいて、まず一つ目に小型化困難ということです。赤外線ライトを、多数設置しなければならないため、配線作業がとても大変なんじゃないかなということがあります。で2つ目は使用できる場所が限られるということです。こちらは暗い場所ではとても見やすいのですが、明るい場所では見えにくいという問題があります。でこの、フォトクロミズムの次に LED を使ったものも考えたのですが、同様に暗い場所でないと見えにくいという問題があるため、やめました。そこで改めて設計方針を立てました。まず1つ目は小型かつ軽量であるということです。これは装着者が身振りをできるよう装着者の行動が制限されないためです。2つ目は視界の確保です。これは装着者が周囲の状況を容易に確保できる構造を目指しています。で3つ目に感情依存性として、明るいところや、明るいところの、すいません、太陽光やその照明といった明るさを問わずにシステムの使用を可能にすることです。で4つ目は形の再現性です。これはさまざまな眉の形やマンプの形を再現できるようにします。また人間のように曲面の、お面の形状や、動物型のように凹凸のある、お面の形に対応できるようにします。で5つ目は色の再現性です。これは、お面の、土台となる色や顔のその眉ですとかマンプの色のを、自由に、表現できるものを目指します。でその結果、本プロジェクトではサーモクロミックインクを使用します。サーモクロミックインクとは一定の温度に達すると色が変化するインクです。サーモクロミックインクを使用する利点として、まず小型軽量化が可能なことです。で次に、さまざまな形への対応が可能であるということで、インクなので塗る素材によっては、自由に折り曲げができることが挙げられます。で次に、最後に色の種類が豊富ということです。インクなので絵の具のように、色を混ぜることで、多彩な色を表現できます。
でその他に、お面の目のところを避けてパーツに配置することで簡単に視界を、確保できることや、またサーモクロミックインクなのでまたお面ならではのアナログさも残すことができるのではないかと考えました。でこれらの利点を持つサーモクロミックインクを使用して実装方法について説明します。一番上に、サーモクロミックインクを書くために、紙に塗ったサーモクロミックインク層があって、その下にその、変色する部分を操作する加熱回路として、加熱回路層を設置しました。ここでは、その現状の構造に至るまでに結構試行錯誤したので、その過程について説明します。まずサーモクロミック層について説明します。なおここでは、実装に一番苦労した、マヤの形にを取り上げて説明いたします。これは初期のマヤの形なんですけれども、変色箇所を、左右合わせて6つにすることで、下の図のように長い眉バージョンと短い眉バージョンのネガティブな形やポジティブな形を表す眉を表現させます。しかしこれでは2種類の眉の形しか表現できないため、X 型の眉にしました。そうすることで、喜びのような眉や困っているような眉とか怒っているようなとか悲しんでいるような、4つの眉を表現することができます。そして次に加熱回路層の説明について説明します。こちらは他にもパターンあるんですけど、このように回路のプロトタイプをいくつか作って、その時に線の密度や線の太さを調整して回路の実装で、回路の実装をしません調整して温まりやすくて、あと配線が簡単で回路の実装のしやすさを考慮しながら実装しました。でここではそのいくつかピックアップしてその、説明します。まずこちらですね。こちらまず最初カッパーテープをカットマシンでくり抜いて加工しておりました。なんですがこれはちょっと抵抗が小さいため結構電流が大きいものが必要だったんですよね。そこで、抵抗を高くするためにヒルベルトパターンがいいのではないかということでこちらのパターンを、考えました。なんですけれどもカッパーテープで加工しているときに、細かい回路にすればするほど剥がす、過程ですとかがとても時間がかかってしまって、もっと簡単に、細かい回路を実装できるのようにしたいということで、まずカッパーテープ自身の素材をやめて銀ナノインクを使用しました。銀ナノインクを使用すること銀ナノインクを普通のプリンターによって、印刷することでこのような、細かい回路でも、簡単に作れるようになります。でこのように、銀ナノインクを使用することで使用して最終的にやっぱりヒルベルトパターンがいいなということで、温まりやすい回路を作成することができました。では、そこで、システム構造のまとめです。まずサーモクロミック層は、サーモクロミックインクを塗っている、層です。で今回は、45度で変色するインクを使っております。なんで45度にしたかというと、環境温度との差分を大きく取るとデフォルトの色に戻る、速度が速くなります。しかしだからといって、高すぎるとその回路に、回路が傷んでしまうという問題があるため、45度に落ち着きました。でそして、加熱回路層については変色する部分を操作する回路で、銀ナノインクをプリンターを使ってで、印刷して使用しております。では、ここでシステム次にその構造でどうやって構成しているかなんですけども、まず、表情を写すためにキーボード操作を用います。でキーボードによって、操作してでマイクを通して、どの部分を操作するか選択して、最後出力する感情を出します。ここで、ボタン操作によって、感情を選択ボタン操作にすることによって意図的に感情を選択することが可能です。では実際にここでどうやって動いているのか、実機でも行おうと思います。今回はですね、狐を使ってやります。このようにつけて、じゃあまず、ここでは2つやりたいと思うんですけども、じゃあちょっと泣いてみますね。泣きたいので。ちょっと自分で確かめられないのがちょっと不安でしょうがないんですけど。ちょっと動いてますかね。
泣いてますか？よかったです。こんな感じで泣いてる姿を表現できます。じゃあちょっと動いたらしいので喜んでみます。ちょっと動いてみますか。喜べてます。なんか自分で見ちょ鏡持ってくればよかったっていうのがちょっと反省してるんですけど。動いてますか？ちょっと電圧がミスったな。まあ、このような感じでちょっとじんわりではあるんですけども、ちゃんと軽くて手振りも自由にできるような実装となっております。で外す時も簡単に外すことができます。実装は、実機デモは以上となりまして、では、次にこのようなお面を使用してどういう場面で、使えるのかということを、説明いたします。まず一つ目に、冒頭に挙げたシーンとは別で、演劇というものがあるのではないかと考えております。役に合ったマスクを装着して、そのシーンによって、感情を変化させます。それによってその役の、心境を、より、表現できるのではないかと考えております。でまた、そのコスプレというものがありまして、こちらなりたい容姿に自分を変化させる、またそこで感情も一緒に変えることで、より外見からも、言動が役になりきることができるのではないかと考えております。で3つ目に、お面をつけること自体の、効果としまして、人前における演出として、まずお面によって顔を隠すことで、顔本来の自分ではないものになりきるため、自信を持った演出ができるのではないかと考えております。はい、では、そこで、今後としまして、表現可能なデザインの幅を広げるために、まずその今、部分部分で、各パーツですとか、回路を作っているんですけども、自由な位置に配置を簡単にできて、また、自由な、パーツの設計を可能にするために、壊滅回路層を部分部分ではなくお目にもバーって貼ってマトリックス状にすることで、簡単に実装ができていくのではないかと考えております。でまた、今ちょっと電源装置につないでいる状態なのでちょっと固定となってしまうんですけれども、ウェアラブル化を目指すために目指しております。でそこでは、持ち歩きを可能にするために、電源装置ではなくモバイルバッテリーを使用することで、簡単に、あとモバイルバッテリーを使用することでウェアラブル化を目指していきます。はい、車重はこのようになっております。ご指導、ご鞭撻いただき、とてもありが誠に、感じてありがとうございました。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。